ありがとうございます。お友達やったと。あ、そう、わざわざ来てくれんしょったった。まあまあ。差し入れ欲しくれたんで。まあまあまあ。彼さんも。まあ、それはあれやったね。ちゃんと、俺言わないかんかったね。ああ、いえいえ。
Thank you.
仕事も覚えてくるとそれも楽になるよね。であとはすいません、時間の都合上ちょっとまとめましたので、あとちょっと分けますみたいなのも分ける術とかも、例えば月末にその書類が進んでいくとかね、仕事も覚えてくる、まあでもとにかく
下まで下ろしたいなと思ったら、これをスーッと動かしたらいいんで。ああ、一番真下まで。そうそうそう、真下まで動かしたいなと思ったら、これスーッと動かすんです。こう、こう、ただ、ぐわたんって下まで行くよね。もし、あの、特に着物とか重たいって、だけそんな時は、あの、これをこうやって、あの、そんな風にしたら、下まで下りますから、はい。そんな風にしてください。あと、腰やられんごとしとってください。はい、無理せんごと。はい、炒めたら長引くけんね。そうですね。長、あの、炒めんごとしとってくださいね。
しれます。お願いします。こっちに持ってきてもらっちゃう。これは時間もう終わるのか時間の問題。問題はこれを上から積むようとはいいけど、減らすら入らんべえもって話じゃない。ドキンやっぱりごめん。390円ボックスみたいなので振り分けんと、整理がつかんちゃう。なんでそんなたくさん仕入れられておるのかがいまいちわからんちゃう。なんか全部重いですもんね。よいしょ。うん。なんでそんなことになっとんのかはちょっといまいちわからない。考えると遅くなる。考えたり、考えたり感じだし。考えたり感じだし。
すいません。ごめんなさい、私がちょっといたずらしたんです。ああ、そうなんですか。
準備はしておいてくださいね。そこでも、セコムさん帰るまで閉めない方がいいですか？そう、それは閉められない。あ、てか、いや、玄関から一緒に帰ってる。で、閉めて大丈夫ですか？うん、時間になったらね。
すると。